人間の舌は大きく8つの筋肉が絡み合ってできています。全体の作りは象の鼻やタコの足に似ており、それらと同様柔軟にあらゆる方向に動くことができます。110歳以上生きている超長寿命の人々には実は秘密があります。これらの人々は平均的な人よりも多くの T ヘルパー細胞と呼ばれる免疫細胞を持っているのです。T ヘルパー細胞は人体を健康被害から守る役割を持ちます。かつて人間は脳は無菌、つまりばい菌が存在しない場所と考えられていました。しかし最新の研究によってそれが間違っていたかもしれないことが分かりました。脳には無害な微生物が住んでいるかもしれないのです。この事実についてはまだ検証が行われている段階です。人間がいきなり6本指で生まれるようになったとしても脳は対応することができるであろうことが分かっています。実は多視症の人々はその状態でも困りません。脳は6本目の指を独立して動かす方法を知っているのです。このような人々は平均的な人が両手でしなければならない仕事を片手ですることができます。一部の人は舌の上にある唾液腺に唾液を溜め込むことができます。この唾液は外からの刺激で鉄砲水のように飛ぶことがあります。その瞬間に口を開けていたとすると唾液は1メートルほど飛び出します。このグリーキングと呼ばれる現象は突然起きる場合もあります。食事中、あくびの最中、会話中、歯磨き中に舌で唾液腺を押すと唾液が飛び出すのです。 35% の人がこの体質を持っているとされており、さらに 1% は意図して唾液を飛ばすことができます。 25% の人は日光に対して不思議な反応を示します。くしゃみをするのです。この現象には光くしゃみ反射という名前がついています。ラテン語では太陽ぐしゃみと名付けられています。山椒魚が尻尾を再生させるかのように人も軟骨を再生させることができます。軟骨は関節を取り巻くゴムのような組織のこと。再生力は足首で顕著で膝ではやや不足、腰回りでは最も弱くなります。人は成長とともに骨の数を減らします。成人は206個の骨を持っていますが、生まれた時の骨はそれより多くなります。新生児の骨は成人のものに比べると姿形は違い、数は全部で300個以上。では骨はどうやって数を減らすのでしょう。体に吸収されて消えるわけではありません。発達とともにくっついていくのです。一部の骨はそれまで一般的な骨にあるはずのカルシウムもコラーゲンも保持しません。どちらかというとしなやかで強い軟骨のような状態にあり、それが後にしっかりとした骨に成長します。その過程でいくつかの骨が一つになるのです。例えば頭蓋骨はもともと44の骨に分かれていますが、成人の頭蓋骨の骨は22個しかありません。20代半ばになるまでは完全に出来上がらない骨もあります。嘘をついた人は鼻を見れば分かります。グラナダ大学の研究者たちは嘘をついた人の鼻と目頭の体温が上昇することを発見しました。この効果はピノキオ効果と呼ばれています。古代ギリシャ人は火を吐くキメラという動物を創作しました。現代のキメラは例えば2セットの DNA を持つ人のことを指します。人間のキメラはこれまで100例足らずしか見つかっていません。アルビニズムとは非常に珍しい体質のこと。体にメラニン色素が限りなく存在しません。しかし目のアルビノとなるとさらに珍しく、この状態の人は目だけが影響を受けます。正確な数は分かっていませんが、発現する確率は2万から5万分の1と考えられています。人が音を正確に聞ける理由は耳の中のバイオリンのような組織のおかげ。耳には小さな神経や組織、繊維、骨が絡み合う器官が存在します。この器官が振動を音の神経信号へと変換するのです。また97% が水分の粘液で満たされており、このおかげで高い音や低い音を聞き分けることができるのです。脳は常に視覚情報を処理し続けています。その量は毎分6億ビット。光が目の透明な角膜に入るといくつかの変換を経て電気信号へと変わります。それが脳に至ると人が見ているような像が感じられるのです。これだけ複雑なプロセスが完了するのにかかるのはたったの数ミリ秒です。
人の脳は 73% が水分。これは心臓と同じです。ですから脳が体液の 2% を失うだけで人は疲労感を覚えます。こうなると記憶力や注意力が低下し、気分も落ち込み気味になります。 65% の人は輪を描いた指紋を持っています。さらに 30% は渦巻き型、 5% は山型です。それぞれのタイプはさらに細かいグループに細分化されています。例えば平たい山なのか、隆起した山なのか、渦巻きなのか、鳥の目のようなのか、などなど。頭にあるつむじのほとんどは時計回り、つむじの巻く方向と利き手には相関関係があると言われています。例えば右利きの人の 8% 強が反時計回りのつむじを持っています。しかし左利きの場合、割合は 45% にまで上昇します。人体には650以上の骨格筋が存在します。これらは体重の 40% を占めています。体が生み出す体温の 85% は筋肉の緊張によって生み出されています。イモムシは人間よりも多くの数の筋肉を持っています。その数は種類にもよりますが4000以上。ちなみにバッタは900の筋肉を持っています。うるさい場所にいる間、どの音に注意して聞くかどうかは脳が決めています。この能力のおかげで他の声や雑音をある程度気にせず相手の会話が聞こえるのです。フィリピン、インドネシア、マレーシアの近海に暮らすバジャウ族は珍しい突然変異を持っています。彼らは13分も潜水することが可能なのです。平均よりもずっと大きな脾臓を持っていることが海での活動に有利に働いています。海の遊牧民として生活する彼らはその能力で魚を取り、素材に使えるものを素潜りで取って生活しているのです。人の骨は小さなトンネルのネットワークで成り立っています。このことは近年になるまで知られてはいませんでした。それまではどうやって血球が骨からすぐに血液へと移動することができるのか、その理由が分かっていませんでした。しかし今ではその謎も解けています。穴があるということは毛細血管が通っているということなのです。一部の人は一列よりも多くのまつげを持っています。これは小毛重症と呼ばれる突然変異。これを持った人には2列目のまつげを持っていたりといった変化が現れます。分厚く濃いまつげは非常に美しいですが、同時に不快感を生じる場合もあります。毛の生える方向が間違っていると目に不快感などを生じる恐れがあるのです。寒い時に爪が真っ青になるのはどうしてでしょう。それはそもそも指が体の末端に存在するから。これはつま先や鼻と同じです。ですから体の中心に存在する組織が全方向から血液を供給してもらえるのに対し、指は腕側の一方向からしか血液を受け取ることができません。寒くなると指に存在する毛細血管は収縮します。するとそれまで自由に行き来していた血流が少なくなります。そうなると指の先端や爪には酸素をたっぷり含んだ血液が回らなくなってしまうのです。血液は含んでいる酸素が少ないほど色が暗くなります。実際にはダークレッドの血液が爪を通すと青く見えるというわけなのです。海馬は空間把握能力を司る脳の器官。人は海馬を2つ持っており、それぞれは栗の実ほどの大きさです。ロンドンのタクシー運転手は平均的な人よりも大きな海馬を持っています。これは普段の彼らの仕事の影響によるもの。6万あるロンドンの通りを頭の中で把握しているのです。